間隠れろ、引きつける。ラクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。おら、スキル。立て直せ。援護するよ。これを。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい起きろ。ほれ、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの、うん、待ってたよ。どれが王子？はじめまして王子、結婚おめでとう。いや、まだだから。
君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。整備なら心配いらないからさ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？今日はどんな武器が欲しいんだ？ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。ジージには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。
外の品揃えって違うな。そういうもんか。一体誰を狙ってる？やったな。あ？ノクト、応戦しろ。はいよ。その調子だ、ノクト。ああ、よし、終わったな。あれ、電話。はい、シドニーだけど、大事は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから、なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。気をつけろ、来るぞ。ああ、めんどい。油断禁物、ロクト！こっちにも小屋が見えるぜ。ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か？ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか？放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。一旦休憩して体勢を整えよう。
よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。着いたぞ。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。へえ、俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。いいじゃねえか。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。待て。
なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわっ。おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。えうわさあ、ここからだぜ。よるで、はっ。イグニス、注意してくれ。ああ、イグニス。でやよっ。レガリアもそろそろ整備が終わっ、なんだ。うわ、やっば、でっか。あれ、生き物、あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。でしょ。こりゃもう汚せねえな。よーし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、ええけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。
よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。はい、撮ります。お、いい感じ。